しめじパンです。ということで今、オルタナハウスに僕一人です。なんで、今日は僕一人でオープニング撮ってるのかというと、もちろんドッキリを仕掛けたいなと思ってます。内藤にドッキリを。そのドッキリの内容とは、明日ですねパオパオチャンネル、まあコラボ撮影をしようということで、来てくれることになってるんですけど、ちょっとパオパオチャンネルと協力して内藤にドッキリを仕掛けたいなと思います。こちらにちょっともしかしたら画像が出てると思うんですけど、ブンブンと、LINE のやり取りをしてて、もうブンブンにはドッキリの内容を伝えてます。そのドッキリとは、あのパオパオチャンネルって、男女コンビなんですよ。文系と、アーズっていう男女コンビでやってるんですけど、これ珍しく付き合ってないカップルチャンネルではない、コンビ、男女コンビの YouTuber なんですよ。もうこれ完全に付き合ってないと、これはもう本人たちが言ってるんですよ。で内藤も、パオパオチャンネルは付き合ってないってことは知ってるんですけど、そのパオパオチャンネルが実は付き合ってたら内藤はどう対応するのか、ドッキリをしたいなと思います。自撮りだとカメラが重くて手が痛い。でやり方としてはコンビ愛を確かめる、ゲームをする企画をやりたいなと思ってるんですよ。企画説明をした後にブンブンとアーズにちょっと気まずい感じになってもらいます。その企画の説明の後にちょっと打ち明けると、実は付き合ってるんですっていう、もちろんこれは付き合ってないですよ、もちろん付き合ってないんですけど、内藤に実はパオパオチャンネルは付き合ってるんですって伝える、内藤はどんな反応をするのか、検証というかドッキリいきたいと思います。ウィン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 、ということでいきますか。はい、皆さんこんにちは、オルタナチャンネルの内藤です。ウィン渋谷ジャパンです。そしてパオパオパオチャンネルのパあずきと、パオパオチャンネルの文系です。よろしくお願いします。来たー、パオパオチャンネルが来た。イエイイエイイエイ、パオパオ来た。パオゾウです。パオゾウです。パオゾウです。こんな声なんだ。ということでパオパオチャンネルが、はい、初めてのコラボでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ダンスと一緒に。そうですね、可愛かった。こういうやつ、こういうやつ、踊りましたね。踊ってましたね。アーズなんか元気なくない？え、元気ですよ。元気そう、あんまりまだコラボしてないからわかんないって言ってましたけど、そうなんですよ。元気で言っていいのか。いや、もうめちゃめちゃにしてください。本当に元気やもんな。そう、分別が。ということで、ちょっとやりたい企画があって、一応コンビ YouTuber 2人組、2人組やってて、あのゴッドタンとかで結構企画やってるんですけど、コンビ愛を確かめるクイズをやりたいなと思って。なるほど。で、例えば内藤の好きな食べ物何みたいな、俺が書きます。で、それが合ってるかどうか確かめていくっていう。なるほど。一緒になればクリア。それでコンビ愛が、コンビ愛を確かめる。まあ、お互いね、やっぱ長く一緒にいるじゃないですか。ただまあ、ここはまあまだそう、まだ浅いですからね、うちは。だから俺らが確実に勝つんじゃないかっていう。ちょっとベタな企画なんだけど、ちょっとやりたいなと思って。なるほど、なるほど。大丈夫ですか？一回打ち合わせしてきていい？大丈夫ですか？打ち合わせしてきていい？いや、ダメですよ。大丈夫？一回ちょっと、一回ちょっと、何が、ちょっと時間ください、ちょっと時間ください。何が起きた？何の？ここ、ここでいいんだ。そこで、え？深刻な打ち合わせ。深刻な。あ、あって、お互い分かったら、お互いの、そう、お、分かったら OK。 何？何？怖い怖い怖い。怖いんだけど。すいません。え？いや、ちょっと今企画今聞いたんで、使わないでください。めちゃ隠してるやつなんで、あれなんですけど。え、止めた方がいいですか、一応。なんか、なんかえ、どうですか？本当はカップルチャンネルなんですよ。え、中身はですよ。え、あ、そうなんすか。内容とかは結構分かってるんで、一緒に住んだりもしてるんで、だからそのゲームとして成り立たせるのが難しいんです。成り立たせ方をちょっとわざと変えなきゃなっていうのが。あ、そうなんすね。ね、だからその仕込みでやっちゃっていいんかな。まあ、ちょっと感づかれたりするような質問は、そうですね、そこはちょっと避けてもらいたい。なんかその、え、そっち公表してないんだよな。知らないです、今日初めて言いました。あんまり、あんまり言わない。絶対言わない、絶対言わない。言わない方がいいかなと思って。内藤でも結構口かん、かん、言わない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 、絶対言わない。マネージャーにも言ってない。マネージャーにも言ってない。公表するとかってあるの？もうちょっと先なんですけど、うん、その毎日投稿とかにちょっと切り替えようかなって思ってるタイミングがあるので、うん、その時に、まあ、言うか言わないかを今悩ん、ちょっともうこれ関係なくなっちゃいましたけど、悩んでて、
だからその、もうそれも今日お話しできればいいなと。だからそうなの、そうなの。なんか言いにくくて飯行きましょう、飯行きましょうってさせてて、なんか今日話せたらいいなと。いつか、もう初めから。そうですね、もう YouTube 始めた時に。いつか出した言ってないです。いや、おかしいでしょ。俺らが知ってるらしいでしょ。なるほど、逆に、そっかそっか。でも、黙ってた方がいいんじゃない、言わない方が。それは誰にも結構あっちゃうんだよね、今そう、2人でいる、はいはいはい、とかが。だけど、それはまあ、旗から見たら撮影で一緒にいたとは、なるのかな。どうしよう、なんか嘘つい、視聴者さんに嘘ついちゃうと、はいはい、本当、バレちゃったりなんか。あ、一応撮りますか。何から、ね、言えばいいのか、ちょっと。でもなんか1回目に言っとかないともう言えないなと思って。なるほどなるほど。水溜りさんとかは本当に。なるほど。だから1回目にあの付き合ってないですって言っちゃったら言えないじゃないですか。なるほど。まあ、こ1回目だからこそ言えない。そっか、初めに言っとこうって。なるほど。全然大丈夫です。だからこっちが全然合わなくて、なんで全然仲良くねえじゃんみたいなノリで大丈夫なんで。こっちの方がすごい仲がいいみたいな。ちょっとじゃあ切り替えて、はい、はい、ドッキリ大成功。マジかマジかマジかうわっ、完全に勝った、これは完全に勝った。残していけないと思って。優しいな。うわ、優しい。マジか。いや、リアリティやった。完全に信じた。ブンちゃん、うまかったね。あ、よかった。多分一番今までのドッキリで一番いいやつ。いや、一番もマジで引きられた。うわ、二人の顔ガチだったんじゃない。向こうにいた時、しかもさっきカップルいじりをしてくれたよ。ちゃんとってる時、ちょっとこの後騙されんのにな。俺頭で、あ、ちょっとさっきいじっちゃったなと思って。ちょっと悪いことしたらいいな。優しい。優しいよね。初めだからこそ言った。でも付き合ってるんでしょ。付き合ってる。